断髪式を行います。残して残して残して。ひどいんですよこいつ。いちいち溶かしたら作るでしょ。なんか喧嘩したこととか。やめろ。何すんだこれは。はい、やめろ。溶かし器カツオです。カツオだ。死んじまったです。タガシです。お前のはつまんねえじゃねえか。毎回一緒でね。とかさすがに女の子の動画にもう飽きましたから普通にやってくださいって書いてある。しかし10万人達成しました。イエーイ。よっ、すごいすごい。やっぱりみくるちゃんとのコラボが聞きましたね。みくるちゃんすごいな。彼とコラボする前にまだ9万弱だったんですよ、うん、あれで要するに 7,8 万伸びましたから一気に伸びたね。あ、数字持ってるね。やっぱり僕らもそういうふうに向こうからコラボが来るような人物このなんないとダメですね。あ、生きてる間に無理だろうね。なんだあんたどうせ竹原テレビやろうと思ってんだろ。竹原テレビすごいじゃないですか。マジムカつくよ。ある人にそれを持ってこい。マジムカつくよ。マジムカつくんだけど竹原テレビ。でも15万人いたらこれ一般の人の、いや、タケちゃんもやらなきゃダメだっていうのが5万人以上来たら2万千人なんて面白くないんですよ。いや面白くない。お前のいやもうあれ、トカシさんのわけのわかんないお前は歯も抜けとか言うからあれになくなったんや。まあ僕はいいんですよ。でさ、全員なしということでダメですよ、トカシさんは。そうか、トカシさん別にそうか、それ取ればいいだけでしょ。まあまあやります取ればいいだけでしょ。カツラか、俺楽じゃねえかよ。いや、ちゃんと今日はトカシさんも呼んでもう頭軽を準備してますから。我々がいきますから大丈夫ですよ。お前らじゃ血だらけになる。耳も切っちゃうから。トラガニにしますから大丈夫。我々がやりますよ。もう控えにしても最初だけだスキンヘッドでしょ。ちゃんとこう形をかっこよく。え、スキンヘッドでしょ。スキンヘッドじゃないよ、坊主だよ。まあいいよ、それも後でやるんだから、それはちょっと置いといて。今後だからとりあえずね、15万以上今達成しましたけども、まあ今後だからどういうことやっていきましょうかということじゃないですか。どういうことやっていきましょうか。で3日待ってもらえる。これね、ね、竹原テレビでスパーリングとか僕自身がやったんですよ。あ、伸びたんですよ、ね、僕らも年だからあれだけど、畑が誰かとスパーリングやればいいんだよ。なんで俺がやらなきゃいけないんだ、おかしいだろ。いや、選手同士。なんで俺がやらなきゃいけないんだ。選手同士。お前一番若いじゃない。若いとか年とか関係ないじゃん、そんなの。あんたやればいいんだ、あんた竹原テレビやってるじゃない。もう一回やりましょう。やじゃん。やるやる。今日遅刻したんだし、やれ。しかし遅いな、本当にもう。タケちゃん、トガシさんに後から来るなんて信じられないですよなあ。トガちゃん、沖縄の人なのに。あ、そう、沖縄の人はいいんだよ、2時間遅れてくる。ダメ。本当だよ、平気でみんなが2時間遅れてくるんだよ。俺だけ30分前にいてさ、俺がバカみたいになってるんだから。来ねえのかな。そう、ていうかね、最近ね、ルーズなんですよ、なのか知れないけど。15万人断髪式の前でお前いつも遅刻するだろ。いつしてんだろ。お前トカシさんの前で先月お前いつもするだろ。してねえよ。するじゃないか、俺が約束しちゃったら。そんなね、個人的にやれ、個人的に。はい、じゃあ大体さ、トカシさんひどいんすよこいつ。いちいちトカシさんチクるでしょ。なんか喧嘩したこととか。はお前 LINE からなんかチクったんだろお前。え、何の話？愚痴ようじゃ俺の。え？イロさんのこと言ってないじゃん。知らないよ。どこしか来たよ。いいよそんな話、後ですよ後で。大体さ、はい。ちょっと待てよ。大体にしててめえが今日遅刻するのが悪いんだろって。それは俺が悪いわ。だって謝ってねえじゃねえかよ。謝ってないのか。悪い悪い。あれが謝ったの？謝ってないし。何が謝ったの？全然謝ってない。お前だっていつも謝らない。見てないこの野郎。何すんだこの野郎。お前と叩くじゃない。いいや。やめとけよお前ら。座れ、やめろ、何すんだよ、やろ。はい、やめろ。もう帰れ、帰れよ、お前。ふっつけやがって、こんな。そう、怒るな、お前たち。なんでそんなこと思うんだよ。謝ってねえじゃねえか、富樫さんにも謝ってねえじゃん、今。謝りますね。いいから、それは。ふざけんな、お前、この野郎。上でも言っとるな、お前。これ、視聴率伸びると思うけどね。いや本当かお前。もう二人ほっといて二人でやりましょうよ。なんだよお前。わがままなんですよこいつ。
最近仲悪かったのか。まあだよ、まあ、大体僕の方が4つ上なんですよ。先輩を立てるもんですよ。まあまあ、それはそうだけど、仲良かったらさ、そこはお前いいじゃんね、別に。え？仲良くしてんだろ。仲はいいっすよ、いつも。はい。本当かよ、取れないじゃないか。じゃあ喧嘩したパターンということで2人で行ってきますよ。今回は謝りますよね、俺来た時ね、一応本当の話かよ。まあ喧嘩はないと思うけどね。聞かされてない。めんどくさい。俺が悪いんだろうな。もう帰るから、もう帰るから。もう分かったよ、おりゃ。俺が帰るから。俺は帰るよ。いや、もう俺やめるわ、やめるやめるやめる。じゃあ、竹田君やったらいいんだ。竹田君やればいいじゃん。二人でやるよ、二人でやるから、じゃあ。もういいよ、二人でやるから。はい。ペッチャチャなんだよ。あ、だって俺は引っかからないよ。こっ引っかからないよ。マジっすか。これは何のお祝いですか。これは戸川さんの還暦のお祝いですよ。還暦、はい、おめでとうございます。ちょっと待って、俺は騙せない。戸川さん、はい、一応ね、お約束で還暦。還暦この回はそれでお願いします。あ、これ、あ、坊主のまま誰かわかんねえな。あ、これも買うんだ。もう全然誰かわかんない。チャ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 、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアトカちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。最終的に騙された。さっきまでやったのにやられましたよ。ちょっと服これに俺当たり年、当たり年。今タオル持ってきます。これは景気のいい当たり年。これは景気だから景気いいし最高。タオル、タオル、タオル、やったー、やったー。いや、喜んでる俺しかいねえんじゃねえか。ほんでどんな顔になってるかもわかんねえんだから。決勝、決勝はいいけど、これお前50本じゃねえか。いや、だから1個12歳と思えば1個12歳、はい、そうです。かける5で分かった、そういう言い方もあるから。おめでとうございます。反撃です。じゃあ、反撃に決勝。おぉ、どんな顔で映ってんだろう。顔見てください。これ全国に映ってんだろう。うわぁ今のご気分は景気良くなります。いや、美味しそうだよこれ、はい、これもドッキリじゃねえ。パティシエの人に作らせたもん。そう、うちプロのパティトレーナーで家帰ったらパーンと言うとかさ。還暦祝い、いやー全然、まあ、いや、まあまあ当たりとしてや。じゃあこれが当たりますかね。あー出た、すごい、ぶっちゃけトーク T シャツ。ででん、これいいです。俺たけちゃん、畑とかちゃん、いや、いいでしょこれ。ででん、これがまたいい。これね、寂しい時これ読むんだよ。え、酒と女は2号まで畑高安、あん、え、なんか、なんかあったら深呼吸、信じ、竹原信じ、褒めてダメならもっと褒めろ、トカちゃん。これね、トカちゃんのいい言葉ですね、これ。いいだろ、ね、寂しい時にこれ見たら元気出るよ、元気。いや、これよし。あ、記事もいいし、ね、これ使ってくれたら嬉しい。酒と女は2号まで、これがいいですよね。褒めてダメなら思ってるの意味ない。褒めてダメなら
酒飛んだ新浜、よろしくお願いします。はい、おはようございます。やっと出ました、これ日本中でこれからバーッといっぱいこれであるかもしれないねえな、絶対ねえな。めちゃめちゃポジティブ。安倍総理がさ、なんか今年の日本は暗くなりますね、黒い服ばっかりが見えますって言うかもしれない。ニュースで流れるかもしれない。じゃあそしたらあの官邸から白作ってくださいと思います。暗いんです。明るくてあるやり。いや、ちゃいます、切っちゃいましょうよ。そうでしょ、新しい、もう少し後からです。いやいいでしょ。長野市、長野市これ、切りたいの公約ですからね、これ公約はね、やっぱり早いことやらないと。わかりました、はい、じゃあやりましょう。断髪式を行います。ここら辺、残しておきます。おい失礼します。耳切んなよ、耳切らないでくれよ。やめてくれ。あ、うまく切れるもんやな、これ面白い、楽しむね。バリカン、まあ、ハサミはダメだね、これぐらい残さないとダメだもんね。いや、皆さんも言ったことは有言実行してください。あ、ごめんなさい。おー、やばい。耳切るね、耳は。耳は必要だろ、必要だろ。それで見せるってことか。おぉ、いいじゃん、いいじゃん。おぉ、いい、いい感じ。ここ短いのかっこいいですよ。これを変えろよ。もっと短くしておいてよ、こう。これでも長いな。あら、いったよ。いっちゃうでしょ。おい、止めるな。なんで止めるんだ、痛いから。とりあえずいいですよ、トカさん、これで。あとで最後。これいいの、これいいの。やっと来てる。さらば髪の毛よ。はい、では完成です。完成、どうぞ。よっ、ちょっと待って、前だけ残したの何これ。なんでおかしいだろこれ。いや絶対かっこいい、あったほうがいい。タコハチのさんみたいじゃない。そうそうそう、芋洗い、芋洗いかかっちゃった。これさりげなくいろんなセットできますよ。いや、これもね、これも切ったほうがいいんじゃないの。いや、あったほうがいいと思う。歌ったほうがいい。どんな還暦を迎えられました。だから景気が良くて、景気がダブル景気だよ俺。これからドア行くよ。あるよね。いや、ふーじゃないでしょ。カメラカメラさん、鼻で笑わないよ。鼻で笑われて、ダブルケーキだよ。さっきケーキぶつけられて、毛を切られて。あー、ケーキ。ケーキを。毛切る。ケーキ。あー、そういうことですか。ちょっと無理やこじつけっぽいんだけど。まあ、でもいいや。なんでもいいや。やっちゃいました。一応公約通り。はい。うっす。似合います。